どうも、速稼塾の久保です。今回ですね、福島原発事故について久しぶりにお話したいと思います。というのがね、国会の質疑を見たんですよ。で、そこではね、れいわ新選組の山本太郎さんが、本当によく頑張って、多勢に無勢の中、法案に反対してくださいました。どんな法案に反対したかというと、率直に言って、福島事故で被害を受けた方に対する支援を打ち切る、もしくは縮小するというね、そういうふうに無慈悲な判断に対して反対してくれたんですよ。もっともっと保証を続けた方がいいよと。いや、やるべきだよと。国と東電は責任があるんだよと。国民の暮らし、地域の暮らしをなんでそこまで切り捨てることができるんだと。まさに機敏政策じゃないかと。ね、想像してもらいたいんですけども、私たちが住んでる町、今こうしてる時に、近くで大きな事故が起きて、その事故の影響で、ちょっとすぐに撤退してくださいとか言ってね。そして、一時避難をした。気がついたら10年以上経っていて、自分の住み慣れた町に帰れない。自分の机の引き出しにあるパソコンも触れない。そんな日々がずっと続いて、そして家族は分断されて、地域は分断されて、近所のあの人はどうしただろうか、やりかけの仕事はどうなってるだろうか、いつも通い慣れたあの山は、川はどういう風になっただろうか、うさぎ、おいしい、かの山、小舟釣りし、かの川と歌ったが、すべては失われたまま、もう見ることもできない。そしてこの度ね、帰りたい人は帰っていいよっていう風になったらしいんですよ。しかし、放射線レベルはとてつもなく高くて、とてもじゃないけど生きていけるような、場所ではありません。今までの原発事故などの例を見ても、ほとんどの地区で都市は放棄されて、人は帰ってないわけですよ。それが30年経っても、50年経ってもです。でも今回、東電の事故っていうのは、史上最悪の事故と言われた、日本が吹っ飛ぶんじゃないかなと言われた、そんな事故であったはずなのに、10年そこそこでもう帰れるようになりましたと。放射線レベルも20ミリシーベルトぐらいにはなりましたよってことなんですよ。20ミリシーベルトというと、重大な健康被害を引き起こすようなレベルですよ。通常私たちは1ミリシーベルト以下で暮らしてますからね。で、それ以上になると、放射線技術者の資格なり経験なり、そういった部分が必要だったわけなんですけども、この度ですね、20ミリシーベルトに下がったから帰れるよという、こんな乱暴なことを決めようとしてるんですよ。そして通常こんなことには反対するのがまともな頭のレベルだと思いますけども、残念ながらね、れいわ新選組と共産党以外は、それでいいんじゃないのって手を挙げるわけなんですよ。この無責任な様子をちょっとご覧いただきたいと思います。途中、山本太郎さんがあまりのことに涙ぐむシーンも出てきます。それではどうぞ。太郎君。はい。でも、現在でも継続して実施してるわけでしょ？入域管理、被爆管理事業。で、50ミリ超えてるっていうところが下がってきたっていうのは実際に認めてるけれども、20ミリも下回ってるところもありますって。でも、20ミリとか50ミリとか感覚おかしくなってません？麻痺してんじゃないですか？事故前から考えてみて。で、普通に原子力の事業者の人たち考えてみて。おかしいでしょ？そういったところで線量が下がったからって生活戻れっていうこと自体がおかしいんですよ。むちゃくちゃですよ。そんなこと許されてないでしょ？はい。仮に一部放射線量が低下しても、周辺には汚染レベルが極めて高いエリアが残ってる。極めて高いとは言えないと言いますが、放射線管理区域の基準、年間 5.2 ミリシーベルトを確実に下回る状態、これ最低限でも保証しなければ、これ気管促進するのおかしいんですよ。だって一般講習ってどれぐらいでしたか ?1 ミリに抑えなきゃダメなんじゃないですか確実におかしくなってますよ、感覚が。復興庁の法案概要資料によれば、市町村長の策定する計画に基づき、帰還住民の日常生活に必要な宅地、道路、集会所、墓地等を含む範囲で、特定帰還特別区域を設定、放射性低減を行う。これ、農地とか住宅周辺の山林は含まれないと。帰還困難区域に帰るか、帰らないか、判断迫って、帰りますと言った人だけ、家の周り、ちょこちょこっと除染してあげる。そんな法改正ですよ。帰るかどうか迷っている人の地域の汚染は、そのまま放置。政府自身もこの汚染引き起こした責任問われてるはずですよ。それにもかかわらず、今すぐ帰る意思示さないなら、除染してやらないって、何様加害者なんですよ。資料の5、政府は帰還困難区域が設定されている大熊双葉の住民に帰る意思があるかをあり、なし、保留の3択で調査。両庁とも回答世帯の半数以上が帰還以降なし、双葉44世帯、大熊120世帯、あるいは保留、双葉75世帯、大熊77世帯。これ、保留っていう回答の多さ、えらく目立ちません？そして希望、帰還希望を示す世帯は大熊143、双葉93。世帯中に1人でも帰還の意向があれば、帰還の意向ありに換算する。これ集計のやり方おかしくないですか？帰還の意向を示すことが除染の条件。そうされていることで回答が誘導された影響もあると思います。資料の6、昨年6、9月の福島民報。大熊町の60代男性は、三択で聞かれてもどうしたらいいかわからない。別の60代男性は、帰還できるようにするための具体的な条件を複数提示してほしい。50代男性は、どこまで除染するのかわからない状況の中では判断がつかず答えられない。調査のあり方批判されてますよ。資料の7、同じく帰還困難区域が設定された、浪江町、津島区長会長を務める末永さんのお言葉。希望する人だけを除染したら、地域がまだらにされる。自宅以外は高線量なのに誰が戻るのか。俺の自宅が除染されたら、無料で貸すから、子供を連れて暮らしてみろ。そう言ったら、職員は一言も返答できなかったという。これらの声当然ですよ。将来にわたり居住を制限する。政府が決めて避難させた。極めて汚染レベルが高いから被爆を管理する。そう言ってきた地域ですよ。今になって、帰る人だけ家の周り、ちょこちょこっと除染する。そう言われてる。
帰還するかどうか聞く前に、日本の法令しっかり守って、全域を最低限、放射線管理区域未満の汚染レベルに下げなければならない。これ当然じゃないですか。帰還の意思を国が問うのはその後ですよ。ここまで下がった。事故前はこうでした。どうなさいますか。これがないじゃないですか。資料の4、世界の核施設災害及び核実験被害地域で一度住民避難を行った地域に再度住民を帰還させようという政策は失敗、あるいはそもそも行われていません。1986年ウクライナチェルノブイリ原発事故、原発周辺30キロから約10万人強制移住、村や町など188の居住区が廃止、汚染と事故原発での不測の事態を警戒し、35年以上経過してなお居住禁止。1950年代旧ソ連ロシアウラル地方麻薬生産合同事故、プルトニウムを扱う工事からの廃液放出と火災事故により1万人強制移住、23の村が閉鎖、50年以上経過しても再定住は行わず。1950年代マーシャル諸島核実験被害、ビキニ干渉住民167人、エニウェトク干渉の住民172人が強制移住。60年代末に再定住計画が策定されるが、汚染レベルが高く、78年には再度強制移住命令。政府は事故は収束した、線量は下がったという。当然事故直後より下がったんでしょう。都市部の平地では一部集中的な除染の効果もあったんでしょう。でもこれってごく一部の環境改善に過ぎませんよ。終わりの見えない生態系汚染の全体像に目向ける必要あるんじゃないですか。生活圏の周りだけちょこちょこっと除染する。政府方針の批判には山林と一体である。地元の生活自体を訴える声が多い。岩渕人からもありました。資料の8、浪江町の林業従事者。俺たちは林業で生きてきた。山を除染しないと生きていけない。悲痛な声を上げてる。山林の汚染状況を調査する専門家たちは事故から約10年経過した時点でも問題を指摘。除染されない山林に放射性物質が蓄積、残り続ける。山林の汚染が食物連鎖を通じて山菜や川魚などに濃縮され、汚染が高止まり。居住地を除染しても山林から流れ出した放射性物質で再度汚染されてしまう。政府は福島県の7割を占める森林、山林の環境を汚染してしまったことの重大さ、全く認識してませんね。数世代にわたる環境回復の取り組みが必要なんですよ。避難指示解除後も、警戒体制の中で生活が続いているのが現実。これね、先ほど農地の話出てきましたよ。これ、これまで解除されてきたところ、農業やるんだったらご勝手にっていう形でずっとこれ認めてますよね。で、個人の営農者が圧倒的に多いんですよ。これによってどんな被害を被るかって言ったら、これ企業として、組織として何かしら法人で農業に取り組んでたら、これ電力則で守られるはずでしょ。ちゃんと管理されるんだから。個人の営農は自己責任になるんですよ。で、農地のこと、事前にまだ調査すらしてなくて、この後、地元と話し合いますって。この後も自己責任の農地で、で、砂煙が舞い上がったりとかしながら呼吸で、これ放射性物質とか取り組んで内部被曝につながる、そんなことも、分かっていながらそこに対して何かフォロー入れようとするような気配もないじゃないですか。もう実際に解除されたところでそれが普通に行われてますよ。そしてこれから行われることも、これまでやってきたことに準じるわけでしょ。むちゃくちゃじゃないですか。避難指示解除は支援、保障の打ち切りとセットで行われてきた。原発事故後、政府は避難指示などが出た13市町村の住民を対象に医療費、保険料等の金額または一部を免除してきた。17年4月までに避難指示解除された11市町村に関しては、解除後10年でこの減免措置を停止する方針が示された。ごめんなさいね、はっきり言ったら、棄民政策なんですよ。ずっと続いてるじゃないですか。2011年の事故から。それを思うとちょっと感情が高ぶって申し訳ない。戻ります。資料の9。昨年、双葉郡の住民が方針撤回を求めて設立した福島原発事故被害から健康と暮らしを守る会は次のように訴えている。原発事故で強いられた放射線被曝による健康へのリスクは生涯続く。また、未だ生活再建途上による被害者にとって、医療費と減免措置はまさに命綱。国策で進めた原発で重大事故を起こし、放射能汚染で故郷を奪い、なりわいを奪い、避難生活を強いたのです。そして避難指示生活をはるかに超えた地域の多くの人々を被爆させた。その責任は国と東電にある。その責任感じてますか？言葉だけにしか思えない。どうしてこんな当事者に被害者に声上げさせるんですか？帰還困難区域からの避難者に対しては、今のところ医療費等減免措置は続いているが、今後打ち切られることが懸念される。資料の10、復興庁とやり取りしました。そのメールのやり取りです。これね、何かって言ったら、避難指示が解除された区域については、同様の考え方で、これまでと同様の考え方で、医療費の減免の見直しを進める、医療費減免支援を打ち切る気満々の内容になってるんですよ。10年、20年で終わりませんよ。どれだけのでかい事故、とんでもないことが起こってるかって、あなたたち一番分かってることじゃないですか。長期的に見てどうするべきかってことを、この国会で決めてほしいな。でもその中身ないですよ、はっきり言っちゃえば。医療費減免措置、当初の規模での、それらの継続、さらなる対象の拡大をしなきゃいけないんですよ。因果関係なしってなるから、お構いなしなんでしょ。やってくださいよ。どこまでの範囲の対象に医療費の減免措置を広げるか、どれぐらいの期間続けるべきか、二つの制度に立脚すべきということを提案させていただきます。資料の11、一つ目は東海村 JCO 事故関連、周辺住民等の健康診断事業。この制度は評価された被曝線量が1ミリシーベルトを超えるもの、健康診断を希望する者が対象となります。本人が望む限り事実上生涯にわたって受けられる検診。事故直後に基準を上回る被曝を余儀なくされたことを根拠に対象者を広く取るってことが、これでできるじゃないですか。そのためにはもう一つ、皆さんが作ったものですよ。資料の12、原発事故子ども被災者支援法。これに基づき設定された支援対象地域。避難指示区域外で福島県の浜通り及び中通りがその対象地域とされた。それ以外に広げようと思ったら追加していけるっていう立て付けになってるはずですよ。この支援対象地域全体を医療費減免の対象としていないのは、立法趣旨を無視した不作為です。最低限、この支援対象地域に一度でも指定された地域の住民及び事故時点での居住者は全て対象にする必要があると思います。大臣、最後に、医療費減免措置の継続期間、これ対象者の生涯続けるということを理にかなっていると思います。
被災者のことを思われていると普段からおっしゃっている大臣、これについてはやると約束していただきたいんです。いかがでしょう。申し合わせの時間が参りましたので質疑をおまとめいただきたいと思いますが、はい、渡辺復興大臣、医療費減免の見直しについて、まあ、継続すべきだという、まあ、ご意見でございます。この問題につきましては昨年の4月からですね、本措置の見直しを決定したところでありまして、関係自治体のご意見を踏まえ、まあ、急激な負担増にならないようにですね、避難指示解除から10年という、まあ、十分な警戒措置を取るとともに複数年かけて段階的に見直すこととしているところであります。また本特例措置が終了した後も、所得の低い方に対しては通常の保険料等の負担軽減措置が、講じられることとなります。さらに個々の事情に応じて、納付相談の実施やきめ細かな対応が行われるよう厚生労働省と連携しながら、周知に努めてまいりたいと思います。おまとめください。山本太郎君。ありがとうございます。あまりちゃんとお答えいただけないんです。一度でも指定された地域の住民および事故時点での居住者すべて対象にする必要がある。医療費の減免措置の継続期間、これは生涯続けるということがとんでもない事故を起こしたその加害者側である国と東電の役割なんですよ。大臣、被災者を思う、被災地を思う、常日頃から言われてるんですから、これ前に進めてくださいよ。ぜひお願いします。ありがとうございます。他にご発言もないようですから質疑は終了したものと認めます。これより討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。岩渕智君。私は日本共産党を代表し、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案について反対の討論を行います。東日本大震災、東京電力福島第一原発事故から12年余りが経ち、今春をもってすべての特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されました。本法案により住民が求めてきた拠点区域外の助成に着手することは一定の前進です。その上で反対する第一の理由は、本法案は生活のための環境整備としては極めて不十分であり、かつ住民間に新たな分断が生じかねないからです。本法案では帰還の意向を示した住民の自宅周辺にある宅地、道路、集会所、墓地等を含む範囲に限り、除染棟やインフラ整備等の環境整備を行うとしています。これまで政府が環境整備を進めてきた拠点区域は帰還困難区域のわずか 8% に過ぎません。本法案により拠点区域外への帰還が可能となりますが、自宅に戻れればよいのではありません。限定的な範囲の除染では日常生活は成り立ちません。自治体が求めてきた面的除染が行われず、将来が見通せないまま住民に帰還の決断を迫ることになれば、住民間に新たな分断が生じかねません。国がやるべきことは、帰還希望の有無を問わず避難地域全域の除染環境整備を行い、いつでも安心して戻ることができるようにすることです。第二の理由は、特定帰還居住区域の環境整備にかかる費用を国が負担することで、原発事故の原因者である東京電力の責任を免じるものだからです。放射性物質汚染対処特措法では、国が財政上の措置等を講じ関係原子力事業者に吸収すると規定しており、除染等の費用は東京電力に負担する義務があります。ところが国は拠点区域を定めた前回の法案改定時、新しい街づくりのため国費で除染するとしました。本法案で新設する帰還居住区域でもその仕組みは変わっていません。本来原発事故の原因者である東京電力が費用を負担すべきであり、国は東京電力に対して吸収するべきです。吸収しないことはこれまで以上に東京電力の責任を免罪することであり、断じて認められません。原発事故による被害は今なお続いています。政府が掲げている原発事故の反省と教訓というのであれば、原発ゼロを決断するべきだと述べて反対討論とします。山本太郎君。令和新選組、山本太郎です。本法案に反対の立場で討論いたします。帰還困難区域は極めて汚染レベルが高いとして強制的に住民を避難させた地域です。本法案はこの地域に十分な環境回復措置を行うことなく、小手先の環境整備だけで住民を戻して良いとするもの。被害を矮小化し、被害者が望んでもいない限られた選択肢を無理やり押し付け、あとは自己責任とする。これまでの政府の原発事故被害対応の悪い部分を凝縮したような法案です。人間の生活圏は住居とその周辺の道路と集会所で完結するものではありません。福島第一原発事故により最も直接かつ深刻な被害を受けた福島県、その面積の約7割は森林です。本来は森林とつながった生活圏を一体として捉え、何世代にも及ぶような環境回復の取り組みが求められる事態です。自宅以外高線量なのに誰が戻るのか、どこまで除染するのかわからない状況では判断がつかない。俺たちは林業で生きてきた、山を除染しないと生きていけない、傲慢な政府の姿勢に対する痛烈な怒りがこれら住民の声には込められています。本法案からにじみ出る、変える気があるならごく一部のスポットを除染してあげる、政府の上から目線への怒りです。これまで避難指示区域の解除は、避難を余儀なくされてきた住民に対する支援や保障策の縮小、そして撤廃とセットで行われてきました。膨大な終わりのない山林汚染を残したまま、住民の求めるレベルまでの環境回復は行わず、それでも政府が避難指示解除に突き進むのは、被災地と呼ばれる面積を減らし、そして被害者を放置する口実が欲しいからに他なりません。避難指示が解除された地域の住民に対しては、医療費等減免措置が段階的に廃止されています。帰還困難区域内でも避難指示が解除された復興拠点の住民に対しては、今後同様に支援が縮小撤廃される可能性が非常に高い。原発事故で強いられた放射線被曝による健康へのリスクは生涯続きます。未だ生活再建途上にある被害者にとって医療費など減免措置はまさに命綱です。
これは医療費減免措置、継続を求めて双葉郡の住民たちが立ち上げた市民団体の要望に記された言葉。政府はこの生涯続くリスクに目を向けず、住民の命綱を断ち切る政策を進めてきました。被害を見えにくくし、被害者を放置する政策の総仕上げが帰還困難区域を消すこと、その一律がとなる本法案には断固反対いたします。他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、石垣君から発言を求められておりますので、これを許します。石垣のりこ君。私はただいま可決されました福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主、社民、はい、最後ね、石垣のりこさんがなんかたわごと言ってますけど、こんなのどうでもいいですね。皆さんどうですか。福島の被災者の皆さんのことを何も考えてない、他人事と切り捨てているこの会議の挙手をした国会議員の皆さん、まさに恥を知れということですよね。自分自身が、もしくは自分の身内が福島に住んでいたら、そこに暮らしていたら、そこにゆかりがあったら、手は上がらなかったと思うんですよ。で、山本太郎さんがずっと訴えかけてくれたこと、まさに地域の方の血の滲むような声だったと思います。まあ、しかし、時間が過ぎれば採決の時間。なんか、採決を促す議長ですら、無慈悲な人のように思えてしまいますね。私たちが選んだ国会議員は、なんでこんなことを決めるんでしょうか。国民を苦しめ、国民から奪い、国民の人生を台無しにすることを次から次へと繰り返して、なんで平気なんでしょうか。そしてこういう人たちを、なんで私たちは選び続けてるんでしょうか。山本太郎さんについては、まあ、いろんな見方があると思いますが、どうでしょうかね。今回のこと、国民やこの国そのものを貶めているように、誰が見えるんでしょうか。一体どうなってるんでしょうか。これからも令和新選組のリサーチを続けていこうと思います。どうもありがとうございました。